パンブフは、フランス、ペードラ・ロワール地域圏、ロワールアトランティック圏のコミューン。県における、パンブフの位置、パンブフは、ロワール川川口の南岸に位置する。南東の4 5ルに西、サンナゼールの東2 5トルのところにある。周辺のコミューンは、コルセプト、サンペールアンイコールで、サンビオである。1999年に、 INSEE がまとめた順位表によれば、パンブフは都市型のコミューンであり、万流はなく、都市的地域に含まれない。県で2番目に面積が小さなコミューンである。パンブフの海岸山類協会東大この地の名称は1091年に、ペンボ、12世紀には、ピンスボーチペンボ、そしてペンシーボースという形で確認されている。旧来、 都市市の前段として、地名の由来を検討することが、習わしとなっていた。ルイセギノーレイは、パンブフ市の叙述を、町の名の起源の検討から始めている。彼が示す、諸々の仮説は、音声学的にも、歴史的にも疑わしいもので、もはやほとんど地名学者や、言語学者や、歴史家の関心を引くものではない。そのため、地名の語源はまだはっきりしていない。 指示されている仮説の一つ目は、パンブフに、ブルトン語すなわち、ブリソン語に由来する二語からなる地名を読み取るものである。言語学者、術語学者、フィリップ・ジャクによれば、すでに1091年に、ペンボという表記が確認されているなど古い語形が知られているため、語源は、はっきりしているという。ルドンの特許状大調には、1 0 9年に、ベコン・コー、クレビアンが、 ペンボという場所に小修道院とノートルダム礼拝堂を建て、ルドンの酸素ブール修道院に寄進したとある。これはペンボという語を示す最初の文書である。しかしこれは本当にパンブフを指すのか、あるいはパンブフで確認されている最初の礼拝の場所は1667年に遡るものだが、この小修道院は一体どうなったのかといった疑問がある。 実際のところは、最も古い綴りに居拠する場合、この地名は、ペンマイナスとボという二つの要素によって、形成されていることになる。ペンマイナスは、ブリソン語のペン、さらにフルブルトン語のペン、ブルトン語ペンを表す要素と考えられ、これは、コートイコールダルモール圏のパンポル、イルイコールエイコールビレ圏のパンポンでは、より確実に認められる。ただしパンブフの場合、 ポンスおよびペンスマイナスといった別系統の古い語形が存在することがこの仮説の弱点となっている。第2の要素であるブフはコブルトン語のバドであり、従って全体的には居住地、岬の住みかである。パンブフは実際にロアール加工の突出した部分に位置している。コミューンとしてのパンブフは文化協力公使説法人ブルトン語事務所に従っており、 このことは、ブルトン語の要例がある、ロアール南岸のコミューンの中で非常に珍しい。ブルトン語とロマンス語の二言語併用時代、最終的にバドは、ブフとなる流れに従わなければならなかった。5世紀の終わりには、ブルターニュ起源の集団が、ロアール南岸のパンブフからポルニックまでの間に、定住したことが証明されている。アルベルドーザとシャルルロスタンは、ブフを、 古いサクソン語のブースから派生したと考えている。彼らによると、オイルコでかなり頻繁に起きたブフの進化を考慮したのだという。ローマ時代後期、ロアール化工は実際にリトゥスサクソニクムの一部であった。ブルトン語の綴りペンブルを説明するため、ブルトン語のブローに引き付けられたことが当然予想させられる。反対に、 ブースという要素がスカンジナビア語源であることを検討する理由はない。ブルターニュにはバイキングとつながりがあると専門家が認識した地名は存在しないからである。ガロ語でパンブフはペンボへと綴られる。1777年に描かれたパンブフ公我々はパンブフの戦士時代の痕跡をメンヒルの存在を含めて見ることができる。851年。 アンジェにおいて、西フランク王シャルルと、ブルターニュ王をエリスポエが結んだ条約によって、ペイドレ、ペーナンテ、ペーレンレは、ブルターニュ王の領土に決定的に併合されることになった。中世のパンブフは、漁夫たちが暮らすロワール菓子の島であった。17世紀半ばから、パンブフは、かつてのブルターニュ公のとなとの主要外交となった。とんかズの大きな河川は、 ロワール加工を通過できなかったのである。村は大西洋貿易の繁栄で成長し、徐々に全体が海上貿易から利益を得る都市となった。フリゲート船ラ・メデューズはパンブフのクリュシー工房で造船され、1810年7月に浸水した。テオドール・ジェリコーは1816年に沈没したラ・メデューズの生存者を主題にメデューズ号のイカダを描いている。 港周辺が急激に成長したため、パンブフの町は構造で狭い住宅が互いに密集した細長い革紐のように細分化された状態となった。パンブフは19世紀のロワール・アンフェリュール県の主要4コミューンの一つで1790年に群長が置かれた後、1801年には小郷町所在地となった。フランス第二帝政時代。 サンナゼールの港湾地帯の発展が選ばれ、海上貿易の終焉の象徴となり、パンブフは徐々に衰退していった。町は1926年に軍庁を失い、サンナゼール軍に含まれることになった。しかし、この衰退は1875年に鉄道が建設され駅ができたことで、ストップがかけられた。しかし、路線は旅客鉄道が1939年に廃止され、 1998年には、貨物鉄道が廃止された。1906年には、パンブフからポルニックへ向かうメーターゲージのコートドジャードへ向かうリゾート向けの路線が開通したが、こちらも1939年に廃止された。第二次世界大戦末期、サンナゼールポーケットに立てこもるドイツ軍のため、パンブフを含む周辺コミュームは、フランスの他地域より9ヶ月長い占領期間を、 経験した。ソースイコール1999年まで、LDH, イヘス、カシニー、2004年以降 i NSEE。ありがとうございます。